ランス・トーマスは、アメリカ合衆国、ニューヨーク市ブルックリンク出身のプロバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションは、スモール・フォワード。ニュージャージー州の高校を卒業後、名門デューク大学に進学し4年間在籍。最終学年の2009から10シーズンには、NCWA トーナメントで優勝を経験するなど、エリートコースを歩んできた。 トーマスだったが、2010年の NBA ドラフトでは、指名漏れとなり、同年秋の D リーグドラフトで、サンアントニオスパーズ参加のオースティントロスに指名され、NBA 入りを目指すことになる。そして2011年12月に、ニューオーリンズホーネッツと契約し、念願の NBA 入り。年が明けて解雇され、オースティントロスに復帰したが、すぐに10日間契約で、ホーネッツに呼び戻され、 以降は控え選手としてプレーしていたが、2013から14シーズン開幕直後に解雇され、残りシーズンは中国プロバスケットボールリーグで過ごした。2014から15シーズンはオクラホマシティサンダーに所属していたものの、2015年1月5日にクリーブランドキャバリアーズも絡んだ三角トレードでニューヨークニックスに放出され、7日に解雇されたものの、 数日後に同じ方で解雇されていたルーアマンドソンと共に10日間契約でニックスと再契約。その後シーズン終了までの契約を結んだトーマスはカーメロ・アンソニーが左膝の手術のために NBA オールスターゲーム以降全休した関係で先発出場の機会を与えられ苦しいチーム状況の中奮闘。シーズン終了後の7月10日にニックスと1年契約を 結んだ。2016年7月4日、ニックスと4年2730万ドルで再契約した。ありがとうございます。